はい、皆さんこんにちは、リクトです。さあ、今回ですね、いよいよ今期2024年秋アニメ開幕というわけで、早速ですね、僕自身も何作品か、今期アニメ見させていただいているわけなんですけれども、今期一発目の、感想動画撮っていく作品、それがこちらでございます。天神さんちの M3! ということでね、元五等分の花嫁のアシスタントの内藤マーシー先生がですね、作者をやられてます。週刊少年マガジンにて、連載されております。ミコラブコメですね。ついに始動というところで。僕自身ですね、原作ファンという、こう、参考本もね、こうやって買わせていただいている、わけなんですけれどもね。また原作最新を読ませていただいている原作勢という状態の中で、アニメ1話ですね。実は、不安もあったんです。まあ、この原作のね、この可愛い、このキャラ図だとかをアニメに落とし込めるのかみたいな、キービジュアルと見たときに、制作者がドライブさんってことで、別に悪いところじゃないんですけれども、このスバとかね、このスバさんとかね、この前やってたところなんですけれども、まあ、そういう面で不安もね、まあ、正直あった中で、ぶっちゃけ1話はどうあったのかという、いつものこの正直すぎる感想、一切忖度ない感想を、いつもじゃましたことはありで話しているんです。よろしくお願いします。という、早速ですね。まず、ネタバレなしの感想、結論から入ってきたいと思うんですけども、この天神さんちの縁結び、第1話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論しました。正直ですね。最高最高の1話でしたということで、もう作画良き、声優さんも良き、エンディングも良き、はい。ストーリーも素晴らしい、テンポ感も良かった。まあ、原作1話はね、アニメ1話で、まあ、あれ忠実にですね、やっていくような、感じでね、エロもありというところだったんですかね。各キャラの魅力も見えてくるという、素晴らしかったです。めちゃくちゃ良かったです。ということでね、まあ、1話もう、個人的に120点満点の、もう素晴らしいアニメ化でですね、まあ、不安視したキャラ図も、まあ、原作の絵の方がいいかなと思う時もあるんですけれども、まあ、いつもその不安ゼロはもう全然めちゃくちゃいいなっていうところで、まあ、その不安も杞憂かなっていうところで。で、まあ、全2クールで放送というところが決まってみたいで、一応連続2クールからまだ確定はしないのかな。公式見ると全2クール、全24話では放送決まったみたいな話は出てますので、まあ、ここからもね、非常に楽しみだなというふうに思っておりますし、で、1話見られた方はね、結構、あ、王道のラブコメなのかなっていうことで、まあ、五等分の花嫁のね、アシスタントさんという、まあ、五等分にね、ちょっと似通ってる部分とか、まあ、アニメの演出的にもね、まあ、アニメ入り、導入とかもね、ちょっとぽい感じもね、したかもしれないんですけれども、まあ、結構ね、実はこの作品ってファンタジー要素が入ってくるんですよ。そういう意味ではね、かなり特殊な、ラブコメという、ラブコメってね、あんまファンタジー入れないじゃないですか。うん、この作品でも結構入れてくるんですよね。どうやらなんかアニメの CM とかね、思いっきり原作の CM 流れて、なんかネタバレある意味嫌ったみたいな、ここからどうやってこうなるんだみたいな、話も出てるみたいなんですが、まあ、そういう面もありますんでね、ちょっとまあ、なんかありきたりだなとか思った人たち、ここからまた、ね、展開を楽しみに、見ていただけたらと思いますし、一応素晴らしかったなというのを思いましてね、まあ、ファンタジーのこの展開もね、まあ、正直ね、まあ、賛否あるかなと僕は思ってます。で、僕もね、おほらもれって時もあればね、おおって時も正直あったんでね、そこはね、まあ、ちょっとまあ、そういう意味では新しいラブコメの形でもあるかなと思ってますんで、そこは楽しみです。ミコラブコメって言ったらね、テンプルですね、アニメもやってましたけれども、さっきもありますけど、まあ、1話はね、結構、まあ、1名のところもあったんですけれども、そんなにね、エチをしないんで、この作品も、まあ、五等目リスペクトの部分もあるかもしれない、サクさんのそういう好みなんかもしれないんですけども、そのエチをしてはないんでね、そこはちょっとあんま期待すぎない方がいいのかなと僕は、思ってますけれども、はい。まあ、声優さんもね、ものすごいこの作品豪華で、実はね、ボイスコミックからも CM からも全部変わってんだよね。めちゃくちゃ珍しい作品で、基本的にはそのボイスコミックと、まあ、アニメの声優さん誰かしら一緒だったりとか、まあ、全部一緒だったりするんですけれども、この作品ね、もうね、3回、なんかもうね、3回ぐらい変わってんですよね。もともとボイスコミックかな、これ。茅野愛さん、雨谷そらさん、桜彩音さんってやられてて、ね、この時点で、うわ、めっちゃ楽しみってね、原作ファンからみんな声が上がってた状態だったんですけど、その後、多分これは CM ですかね。上ちゃんは、上田玲奈さんですね。で、高橋理恵さん、理恵理に武田彩音さんということで、ここまた豪華声優陣だったんですけど、そっからもさらに変わりまして。全部変わるってなかなかないんだけどね。で、長女のね、天神八重ちゃんが上坂すみれさんですね。この前、ロシデルのアーレさんもやってました。もう大人気声優さんですね。で、次女の天神ゆなちゃんが、本土カエラさんと、エーデちゃんですね。いや、エーデちゃんもね、もう超いい声優さんです。はい。超人気声優さん。そして、三女の天神朝日ちゃん。これが和歌山シオンじゃない。今ね、まあ、やっぱり、もうかなり来てるこの声優さんっていうところで、リコリスリコの滝野なんかね。
やっててね、まあ、よりなんかこう有名になった、感じもしてますし、この前マクエンのレモンちゃんもね、やってたというところで、ちなみに僕は朝日ちゃん推しというか、皆さん、まあ、まだね、1話しか見たアニメでの人はね、誰推しとか決まってないかもしれないですけども、僕はやっぱ朝日ちゃん、いいなっていうところで。で、わかりましたよ、やっぱね、あやねる、桜井あやねさん、僕大好きな声優さんで、めちゃくちゃ合ってるなと思ってたんで、どうかなと思ったんですけど、めっちゃ良かった。たですね、はい、っていう意味でここからもね非常に楽しみになりますし、まあ、キャラクター等の不安もですね、まあ、一応で僕は払拭されたので、まあ、ただただここからね、うん、楽しみだなというふうに思っておりますし、まあ、改めてこのアニメ1話の枠組みっていう中での、ね、見せ方というか構成面っていうのも素晴らしいなっていうの、まあ、原作1話ってことでもありましたからね、素晴らしかったなと思っております。まあ、ここからも、ね、非常に楽しみです。まあ、今期はねやっぱ青春ラブストーリーみたいなところで青の箱がありますので、まあ、前期はねやっぱ非常に今ラブコメタイトル多かったんですけど、今期もね、まあ、結構あるかなっていう感じで、まあ、特にやっぱその青の箱とか前髪さんちの結びがやっぱこうかなり有力タイトルになってくるかなというのを思ってます。あと来世は他人がいて、これもラブコメなのかな、一応ちょっと見て、僕もねアニメ勢っていう感じなんでちょっと見てみないと分かんないんですけれども、結構調べた感じもね、まあ、いろいろありそうなので、またね激戦クールになってきそうなんでね、まあ、非常にね楽しみだなっていうのを思ってますし、はい、いいんじゃないですか。はい、最高のねスタートを1話切ってくれたのが切ってくれたなと思ってます。でちなみに天神さんちのエプニオープニングっていうことまで今かぶったんだけど、天神さんちのね、MC オープニングはまだ解禁されてませんけど、オープニングは桃色クローバー Z さんで、桃黒さんこの前テニスラって最近結構アニソンをやる感じなんですかね。はい、ということで、ちょっとね、まあ、それも楽しみだなというのを思ってますし、サッカー面に関してもねまたね、まあ安定して描いてくれるかなと思ってますね。そこはねまた期待して、いきたいなと思ってます。刑事もね非常に豪華で、まあ、結構やっぱね、まあその五等分の花嫁しかりでですけど、結構やっぱマガジンラブコメなんかラブコメなんか、まあ、すごいね豪華な印象もあってですね、はい、で、まあ、後藤ぼなれめ声優さんもいないような状態なんで、また新しい形っていうところでありますけどもね、はい、またね非常に、楽しみだなというのを思ってますし、まあ、アニメーズの人もここからねそのすごい今日ファンタジー要素も入った展開がきますね。そこもね、お楽しみにご覧いただけたらと思いますけど、進行とかヒロインの各魅力も、しっかり出ながらエジとかも出しながらね、あ、非常にいい1話だったなと、思って見てました。で、まぁ、ちょっとね、マガジンの話、まぁ、週刊誌でマガジンこれ連載されてるんですけど、後藤本七夢がね、やっぱこう、大ヒットして、マガジンでラブコメ増えたって思ってる人もいるんですけど、これ実は違ってて、前からめっちゃ多かったんですよ。僕実はね、マガジンの方がジャンプより先にこう、全部読むぐらいの始めたのは、ってね。で、もう当初は僕それが普通というか、ラブコメ人気ないなと思って、もう当時やっぱドメカの、もうドメカのめっちゃ好き、僕ドメカのね、ラブコメの前ハマったんですけど、ね、ドメカのとか、寄宿学校の時代、まぁ、後藤夢とかもやってた、時代でですね、あれ、あれでマガジンめちゃくちゃ面白かったなって、まあ、今もちろん面白いんですけど、はい、まあ、思い出すんですけれども、で中でね、まあ、そのジャンプとか後に読むとさ、ってなるよね。一作品とかじゃん、ジャンプって。もうびっくりしたんですけど、もともとマガジンめちゃラブコメ多かったし、結構1やつもね、まああったんですけど、まあドメカロとかすごいですよね。1話からすごいですよね。はい。まあでもあったんですけれども、やっぱ最近やっぱこう、まあポスト五等目というか、まあなんかでも五等目のヒットに習えというかね、うん、やっぱそういうまあ、女神のカフェテラスね、この前アニメやってましたけども、まあそういう作品もそうですし、まあこの天海さんちの娘三姉妹ですよね。っていうことで、まあ五等目の5つ、まあ、女神のカフェテラス姉妹じゃないですけど、結構複数ヒロインの、ね、作品っていうのも、まあ、すごいねこうメインでやってるのかな、人気も出るのかなっていう感じがしてますけどもね、はい、またねこう五等目とは違った、魅力を持ってるのがこの天神さんちの縁結びなので、非常にね僕はちょっとこうアニメで、ね、楽しみに、してます。まあ、原作もねまた面白いと思ってから、最新はまたすごい感じになってきたよね。でこの前ね実はねオンラインオフ会ってねメンバーシップの方でやったんですけどもね、天神さんちの縁結びもう気づけば5等目の関数超えましたねって話が出ましたね。そうなんですよね。もう16巻までで、ね、5等目14巻かけてたじゃんね。なんで、いつの間にかも超えてんじゃないかって感じだった。ちょっとびっくりしたんですけど。はい。ということでね。まあまあ、ここからも。まあ、マガジンラブコメね、まあ、5等分の7名しっかり結構クオリティがね、まあ、女神のカフェテラスしっかり、カノカノしっかり、まあ、なんか同じ制作会社だった気もしないなんですけど、まあまあ、クオリティがね、結構怪しく、大問題があったりもするんですけれども、天神さんちの MSB 良さそうということで、ああ、楽しみじゃないんですかね。はい、ということで、最高の僕は1話だったなと思います。ここからも、ね、非常に楽しみです。累計アコースは165万も突破してるというのがいいじゃないですか。売り上げとしてもね、いいかなと。まあ、アニメでね、また跳ねてくれたら、嬉しいなというふうに思っております。はい。ということでね。見てない人はぜひね、早速見ていただけたらと思いますし、まあ、いつものラブコメ飽きたよって人は、一夜ね、まあ、新鮮にないかもしれないですけど、そういう意味ではね、ここからちょっとまた、面白くなってきますね。お楽しみに、ご覧いただけましたら嬉しいです。ということで、ネタバレなしの感想を充実しましてね、こういったバレの感想ありですけど、ネタバレありですね、ご注意ください。というところで、
ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱネタバレにご注意くださいね。まあ、一話、とりあえずアニメ一話見ていただいてから、僕ら見ていただきますと嬉しいですというところなんですけども、まず主人公ですよね。最初やっぱすごい嫌なやつっていう感じで、ね、神社に来てるのに神様になんてものは信じないみたいなさ、なんだこの不届き者はみたいなところから始まってくるわけで、まあ、次女のゆなちゃんとかね、すごい対立みたいなのも一話で描かれて、それでもう、もうゆなちゃんもちょっともう落ちちゃったみたいな感じの、ところで素晴らしいテンポ感でね、進んでいくわけなんですけれども、この主人公がですね、まあ、幼い頃に母を亡くしているというところで、まあ、天涯孤独みたいな感じでですね、もともと児童養護施設でですね、育ったという主人公になっていると。で、そんな中でですね、まあ、里親候補が見つかったということで、まあ、その今回ね、この神社、巫女さんたちのいるところの元へ、行くと。で、最後ね、まあ、オチでですね、実はこの後取り問題解決じゃみたいな、婿養子に入ってもらうみたいな、まあ、ね、おじいちゃんの目論みが明らかになってくるわけなんですけれども、まあ、その神様を信じない、っていうこのね、主人公、ウリュウくんですね、が、まあ、この、のバックボーンっていうのがやっぱ明らかになったのがね、非常に今回うまかったなっていうのを思ってて、ただただ嫌なやつで終わらせるわけじゃなくて、あ、でもお母さんは散々祈ったんだけれどもなくしてしまったんだからこんな風になったんだなっていうのと、その上で、まあ、今回組紐をね、三姉妹のね、まあ、母の形見ですよね、が亡くなったというところで、まあ、当初ですね、まあ、祈っていればっていうところで、ですね、まあ、奇跡は起こるんだというところを、ね、言うわけなんですけれども、うん、やっぱここに対してね、うん、そんなね、願いを叶えるのは自分自身だろうとね、神様でも他の誰でもないとね、神頼みってやっぱこの主人公はやっぱその幼い頃にやったことすごい後々分かってくるわけなんですけど、まあ、一番の中でね、うん、幼い頃にそういう経験をしてるからこそ神頼みは真実に自分の力で切り開くんだっていうね、考えを持ってるのが分かるわけなんですね。その巫女さんと相性最悪みたいなのを見てもっていう感じなんですけど、やっぱしっかりその組紐をね探すっていう主人公は今回描かれていく。うん、その上でね、まあ、お互いというかね、まあ、三姉妹の方も、まあ、ウリュウ君のことをちょっと知りながらですね、まあ、ユナちゃんの方ですね、主人公が祈ってるのを、見るというところで、まあ、一緒に祈ってですね、結果としてですね、まあ、和解をして、まあ、奇跡が起こるというところで、星粒の金井飴ですね、ものすごく綺麗でしたね、あれね、はい、でまあ、奇跡も起きまして、で、まあ、組紐も見つかるというところで、またねこれもね、非常にね、まあ、ここもある種ファンタジーじゃファンタジーかもしれないですけれども、素晴らしいね、1話の入りでもありましたし、まあ、幻想的な、まあ、映像としてもものすごいね、綺麗だったなと思って見てました。で、まあ、序盤はね、3連続スケベみたいなのがあったりとかね、ここはね、まあ、ちょっと笑っちゃいましたけれどもね、はい、また面白かったですし、まあ、英語のところでね、助けるとかっていうところでね、主人公の勉強ができる、まあ、彼も京大を目指していると、京大医学部を目指しているというところもね、設定と最初明らかになっていくわけなんですけども、そういう、まあ、要素をですね、実にうまく1話で、ね、見せてきたなっていうのをね、思いました。はい、僕の推しのね、まあ、朝日ちゃんの、まあ、魅力はまだまだここからって感じですけど、まあ、結構ゆなちゃん会っていうね、1話は始まったような、うん、感じでしたけど、まあ、彼女もまた不器用だなっていうところで、なんか不器用同士感もね、またあるんですけれども、またね、ここからも、非常に楽しみですし、まあ、声優さんやっぱね、どうなるかなと思うんですけど、めちゃ合ってますね。最高やなということで、ちょっとこっからもね、ものすごく、うん、楽しみですし、はい。まあ、ちょっと、ま、今回どうなんですかね。まあ、その、今後のファンタジー要素とか、ね、もう強まってきた時の、どう描かれるのかって、また非常に楽しみですけど、アニメ1話としてほんとね、もう120点満点、まあ、最高のね、1話だったなというのを思いますので、またここからもね、非常に楽しみです。アニメでの人はね、またどんな話が来るのかっていうところで、期待してご覧いただきましたら嬉しいです。ということで、まあ、三姉妹やっぱね、それぞれのやっぱ魅力もありますし、やっぱ年代も違います。大学生、高校生、中学生、珍しいですよね。基本的にやっぱ五等分七人とか全員高校生とか、まあ、結構同じ年代みたいなパターンが多いんですけれども、高崎にはがっつり年が離れながら、誰がラブコメになってくるのか、それともどうなるのかっていうところで、ね、後取り問題ということで、じゃあ全員とラブコメになるのかっていう考えもできるわけなんですけれども、まあ、そういう面でもね、また結構なんか見たことあるイメージで、ね、実は真新しい感じもね、いろいろあるので、そういう意味でまたね、非常に、楽しみだっていうふうに思っております。まあ、原作でとしてもね、応援していきたい作品になっております。はい、
ということで、今回はですね、甘神さんちの縁結び、第1話の正直すぎる感想、以上となります。ありがとうございました。またね、皆さんの、感想ともいろいろコメントお待ちしてますし、またですね、甘神さんちの縁結びね、感想をあげるかもしれません。ラブコメはあんまね、毎週あげるとかいう感じはあんま撮んないんですけども、また面白い話とかね、来たりとか、これは布教したいとかだったらね、あげるかもしれませんし、またね、それ以外も、まあ、売り上げとか伸びたとか、そういうのは一番嬉しいですけどね、動画出していくかもしれませんし、まあ、それ以外もね、今期いよいよ始まったということで、まあ、あとリゼロの感想を出すつもりですけど、まあ、どんどんね、また、アニメ見ながらいろいろ動画出していきます。まあ、もちろんこういう甘神さんちの縁結びとかリゼロ以外のですね、もちろんダークフォース的な皆さんが全然注目して、もしむしろ僕も注目してないぐらいのタイトルで面白いやつをどんどんピックアップもしていきたいと思ってますんで、ぜひね、この機にチャンネル登録とか、高評価していただきましてね、次の動画でお会いできたら大変嬉しいです。ということで、コメントは以上となります。皆さんね、コメントもどしどしお待ちしております。ということで、以上となります。引き続き非常に楽しみですが、最高の一話でしたということで、今期ね、最先非常にいいスタートだったなというところで、またね、引き続き、いろいろね、コンテンツも楽しみでございます。ご視聴いただきありがとうございました。